諸葛亮が策を講じたため、慶州は諸君の支配下として保たれていた。諸君の態度に呉を煮やした呉は、ついに慶州奪還の兵を動かす。慶州を守る関羽と天下の要衝を失うわけにはいかない。赤壁の戦いの後に祝言を挙げた諸葛亮と月英は、夫婦揃って慶州へと向かう。 ご無事ですか。月英殿、ええ、私は大丈夫です。孔明様危ない。孔明様などと失礼いたしました。構いませんよ月英。 よいよいです。
one. Let's go!
からも支え、私を支えます。